そうです、まあ、勝ち点3を目指してやったんですけど、思い通りの結果が出なくてとても悔しいですけど、まあ、まだまだ僕たちは良くなると思うし、まあ、僕自身をもっともっと良くなしなきゃいけないと思っていますし、まあ、そこで本当連戦が続くので、まあ、連敗しないようにしっかり戦っていきたいなという気持ちで今は次の試合に備えてます。そうですね、まあ、僕たちもずっと試合したかったですし、サポーターの方も試合を見たかったと思うんで、まあ、その気持ちが強い分、昨日勝ちを届けれなかったってことはとても悔しい気持ちでいっぱいです、はい、シーズンは長いようで短いので、しっかり勝ちにこだわって戦っていきたいと思いますし、チーム全員で本当一体感を持って戦っていきたいと思うので、一緒に力を貸していただければすごい面白くて強いチームができると思うんで、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。まあ、前半の入りがよ、まあ、よくて、まあ、先制点も取れたんで、まあまあ、そこからこの前半で逆転されてしまったっていうのが、まあ、で自分たちからこうリズムをどんどん崩していってたっていうのが、まあ、もったいないかなと思いますね。やっぱり入りは本当に良かったと思うし、その中でこう自分たちのテンポ、リズムでやってできたところがあったんですけど、途中からこうスローテンポになったりとか、まあ、少し相手のプレッシャーを受けてしまう場面が多かったので、まあ、そういった意味では自分たちからこう勝ち点を伸ばしてしまった試合になったかなと思います、ね。まあ、もちろんまだまだ試合続きますし、まあ、連戦でこれから、ね、ホームでもお客さん、ね、入れる試合も、ね、出てくると思うので、まあ、改めて本当昨日お客さんの、ね、声援というのは本当に、ね、後押ししてくれてるんだなというふうには感じましたし、またホームでもアウェーでも、はい、一緒に戦ってもらえたらなと思います。